2020年開催の東京オリンピックに向けた受動喫煙対策に新たな動きが見られた。政府は今月9日、健康受動喫煙防止法案、健康同心法の一部を改正する法律案を閣議決定。学校や病院内などの敷地内は禁煙とし、飲食店や事務所などは原則屋内禁煙だが、喫煙専用室の設置を可にした。また、飲食店では客席面積100平方メートル以下の場合は、喫煙か分煙の掲示をすれば喫煙が可能に。さらに、加熱式タバコも規制対象ではあるが、専用室を設ければ飲食も認める法案となっている。これまで以上に喫煙スペースが限られる内容だけに、喫煙率はさら減少するだろう。2016年では男女合わせ2027万人だった。喫煙者数は、2017年は1971万人に減少。今に始まったことではないが、全体的に減少傾向にある。ただ、パチンコホールでの喫煙率は大きく変わっていない印象だ。アイコスなどの加熱式タバコを吸うユーザーは目立ち始めているものの、紙タバコを含めると未だに喫煙者は多い。喫煙者を多く抱えるパチンコ店にとって、受動喫煙防止法案は死活問題と言えるが、